私も英語が苦手な生徒さんにはおすすめしていますが、正直やり直し英語学習をしている人には全員にやってほしいくらいおすすめです。はいでー、It's your Bunny。 今回は中学英語をもう一度一つ一つ分かりやすくを解説します。どの文法書を買おうかなと悩んでいる、文法を勉強しなきゃとは思っているけどなかなか気が進まない、こんなことってありますよね。文法書を持ってるんだけど一周もできてないという方も多いと思います。そこで今回はそんなあなたにおすすめの文法書、中学英語をもう一度一つ一つ分かりやすくを解説します。この動画を見るとなぜこの教材がおすすめなのかが分かります。さらに動画の後半ではこの教材の効果的な使い方を3ステップで解説しているので、ぜひ最後まで見てください。では本編いきましょう。 Let's get started。 中学英語をもう一度一つ一つ分かりやすくは、その名の通り中学英語をやり直すための教材です。 Amazon でもずっとベストセラーになっているので知っている人も多いのではないでしょうか。中学英語っていうのは具体的に言うと、例えば主語動詞とは、 B 動詞とは、こういったところから学び直すことができます。もともとは中1英語を一つ一つ分かりやすく、中2英語、中3英語というように3冊に分かれていました。それが1冊にまとまったのがこの本です。そのためもちろん中1だけではなく中3の文法、例えば不定詞だとか関係代名詞だとか、そういった中学文法をきっちり網羅しています。まさにやり直し英語学習の決定版です。私も英語が苦手な生徒さんにはおすすめしていますが、正直やり直し英語学習をしている人には全員にやってほしいくらいおすすめです。それでは本書は具体的にどんな人におすすめなのかを解説します。先に結論を言うと、1、大人のやり直し英語学習の人、2、文法が苦手な人、3、英語を話せるようになりたい人、一つずつ解説していきます。1、大人のやり直し英語学習の人、これは言うまでもないですね。大人のやり直し英語学習をしている皆さん、学生の頃に学んだ英文法覚えてますか？私がやり直し英語学習を始めた頃は全然覚えてませんでした。10年近く経ってましたからね。あれ、受け身の形ってどうやって作るんだったっけ？現在形と現在進行形ってどう違うんだったっけ？皆さんも忘れてるもの意外にあるのではないでしょうか。そんな方は覚えているのかどうかっていうチェックの意味でも本書を一通り通読してみることをお勧めします。2、文法が苦手な人、文法が苦手な人にも本書がおすすめです。なぜなら本書はイラストがたくさん書いてあるからです。また解説も何々ですよねっていう形で話し言葉で書いてあるため、文法書ってなんか堅苦しくて嫌なんだよなーという方でも気軽に使えるようになってます。2022年3月に改訂版が出て中身がかなりカラフルになりましたので、こちらの方がおすすめです。3、英語を話せるようになりたい人、英語を話せるようになりたい人も本書がおすすめです。本書にはスピーキングトレーニング用の CD がついてます。そのCD の音を繰り返すことで音読ができるようになってます。文法書イコール黙って読み書きするものというふうに思ってる方がいるかもしれません。しかし本書ではしっかりと声に出して練習ができるようになってます。それでは本書の効果的な使い方を解説しますが、その前に一つとても大事なことをお伝えします。それは文法書は何周もして初めて効果が現れるということです。もしたとえきっちりと通読していたとしても、やっぱり一周しただけだと最初の項目って忘れてしまうんですよね。詳しくは英文法ができない人の文法書の使い方トップ3、こちらを見てみてください。そのため何周もするという前提で効果的な使い方を解説します。まずは1周目です。1周目は特に難しいことは考えずに本書をこなしてください。本書は左ページが解説、右ページが練習問題という形になっています。まずは左ページの解説を読んで右ページの問題をこなしてください。この問題を解くことで曖昧な理解にならずに自分がちゃんと理解しているのか確認しながら進めることができます。ちなみにこんなの知ってるよというような単元があればもちろん飛ばしていただいて大丈夫です。ただ正直無理に飛ばさなくてもいいくらい一つの単元がコンパクトにまとまってます。ある程度進めていくと単元のまとまりごとに復習テストがあります。ここで引っかかった文法があればまた戻って確認をするという作業をしてください。次は2週目以降です。2週目以降は3週目も4週目も同じ使い方をしてください。まず左ページの解説、チラ見します。チラ見だけですね。そして本から目を離して自分でその文法項目を解説してみます。そこで自分で例文を作ってみてください。例文が作れなかったら右ページの解説を見るっていう感じです。ではこちらで実演してみますね。例えば過去進行形とはという単元があります。まずはちょっとだけ解説ページをチラ見します。ああこんなだったなーっていう形で軽く思い出します。でその後に自分で説明します。そもそも進行形とは今何々しているところという意味、そのため過去進行形とはあの時何々しているところだったという意味になる。文の形は was ing もしくは were ing。 例えば
例えばなこういう風に詰まったら一旦文法書に目を落とします。で、ああそうだ思い出したと、例えば We were watching TV、 私たちはテレビを見ているところでした。はい、どうでしょうか。こんな感じになります。で、今のをスムーズにできるまで何周もしていきます。だんだんスムーズに言えるようになってきて、例文も自由に作れるようになってきます。そうするとその文法はもう自分の武器として実際に使えるようになります。このやり方で文法を使えるようになってくる生徒さんはたくさんいらっしゃいます。では最後に一つ注意点です。それは英語を話せるようになるには難しい文法は必要ないっていうことです。皆さんもしかして自分の知識が不足しているから英語が話せないというふうに思ってませんか。実は私もそうだったんですが、まずは知識を完璧にしてから英語を話せるようにしようっていうふうに思ってしまう方が多いんです。しかし実際には知識をつけるよりも今ある知識を使えるようにする練習がすごく大事なんです。そのため難しい文法を覚えなくちゃというふうに思っている方は安心してください。まずは中学校の基本的な文法、これをたくさん声に出して練習してください。私のチャンネルでは他にも基本的な動詞、形容詞、副詞、これらをそれぞれ覚えられるようにする練習動画も出しています。基本単語をしっかりと押さえておきたいという方はぜひ参考にしてください。それでは最後に復習です。中学英語をもう一度一つ一つ分かりやすくに向いている人、1、大人のやり直し英語学習の人、2、英文法が苦手な人、3、英語を話せるようになりたい人、効果的な使い方、1週目解説を読んで問題をこなす、2週目自分で解説する、例文を自分で作る、スムーズになるまで何週もする。このチャンネルはやり直し英語学習をしている方に向けて発信をしています。大人になった今からでも英語が話せるようになりたいという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またちょっとしたことでもいいのでコメントを残してもらえると動画更新の励みになります。公式 LINE からは豪華5大特典をプレゼントしています。やり直し英語学習ロードマップ、オンライン英会話完全マニュアルなど、何ヶ月もかけて作った有料級の情報が今なら無料で手に入ります。本気で英語を頑張りたいと思っている方は今のうちにお友達追加をよろしくお願いいたします。最新動画やおすすめの動画はこちらから続けて見られます。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you later!